どうも皆さんこんにちは、ぎょうぎょうです。今回はですね、タウンホール9のうちに日壁を塗った方がいいのか否か、それをですね、私がタウンホール9の時代に全て日壁を塗ってからタウンホール10に上げた身としてですね、喋っていきたいと思います。早速見ていきましょう。まあこの、ことはですね、完全に私の持論であり、まあその何でしょうね、一般的な考え方ではないかもしれないんですよ。なのでまあこういう考えもあるんだなという感じで、そのまあ一つの考えとして捉えていただけたらなと思います。そしてですね、もう本当にはもう私が言ってること全てではないですし、まあそのクラッシュオブクランプレースタイルとかねによって全然やっぱその考え方も全然違うと思うので、まあラジオ感覚でね聞いていただけたらなと思います。まずはタウンホール9のうちに日壁を塗った方がいいのか否か。まずですね、やはりその塗る理由っていうのがあると思うんですよ。私の塗った理由っていうのは、いや本当ですね、しょうもないですよ。しょうもないです。私が塗った理由っていうのは、もちろんその村を強くすることっていうのは、まあ、もちろんね、目的ですけれども、日壁、そのね、その労力が見合ってるかっていうことなんですよね。例えば日壁、一つ300万の壁なんですよ。300万。300万っていうと、もう1日2時間ずっとクラクラに張り付いて、まあその頑張って2個、濡れて2個。なので3ヶ月4ヶ月かかるんですよ。あの、1日ちゃんとやってですよ、2時間やって。3、4ヶ月かかると。そしてですね、やはりそのタウンホール9になって、レゴ壁と日壁どちらとも塗れるんですよね。なのでやっぱ日壁を塗る段階に入る頃にはですね、防衛施設は乾燥してる方が多いんですね。なのでまあそのよく見る方は、タウンホール9で、全部レゴ壁で防衛施設乾燥と、そこから日壁に塗るか否かっていうことでですね、結構悩む方非常に多いと思うんですけれども、例えばですよ、例えば大工が5人空きっぱなしで壁を塗った方がいいのかとか、その大工5人余ってるんだったらタウンホール10に回してですね、しっかりと防衛施設とかを上げた方がいいのではないかという考え方も多いと思うんですけれども、私が塗った理由は1つです。いや2つですね自己満と自己満足と、もう村、その時間、もうほんと自己満足ですね。はい、自己満足のために塗りました。それなんで、どういう自己満足かというと、まあ日壁ってかっこいいじゃないですか。まあそうですよね、かっこいいですよね、普通にね。レゴ壁よりもかっこいい。そして、まあ、もちろん強いです。そしてまあ清清さん日壁全部塗ったんだみたいなね。あとは友達とかで、うわお前めっちゃすげえなみたいな、そういうことを言われるために塗りました。本当に実際そこなんですよ。私が言いたいのは、もちろん強いんですよ。ヒットポイントも1500ぐらい上がるんですよね、確か。その壁のヒットポイントが。まあ、その、もちろん相手が必要なウォールブレイカーの枚数も変わりますし、まあ、例えばババキンとか、まあ、ペッカとかがその壁を叩いている時間も結構消費できるので、まあ、クラン戦とかにおいては、まず壁の色が違うということは、非常に村全体が強くなるということなんですけれども、その強い村を作るために 3,4 ヶ月大工、終わった、ライン来た、大工5人をですね無駄にして、まあ大工5人を無駄にしてですね、まあ 3、4ヶ月壁塗りに専念するのかって言われたら、大抵のプレイヤーさんは、タウンホール9で全部レゴ壁でタウンホール10に上げようと思うんですよ。いや全然いいと思いますよ、本当に。私がもしですね、もうその多忙なリアル生活が多忙で、その自己満とかどうでもいいよという感じだったら、おそらく私もタウンホール9でレゴ壁でタウンホール10に上げてたかなと思います。しかしですね、もう本当にこれ本当に持論なんですけども、かっこいいじゃないですか。で、まあ雷壁、雷壁、青壁、いろんな呼び名がありますけれども、かっこいいんですよね。クラクラって、いや本当に私の個人的な考えですよ、もうこれが全てじゃないので、ぜひともですね、皆さん信じないでほしいんですけれども、クラクラって見た目芸だと私は思ってるんですよね。いやもちろん戦術とか、いやもちろんそのクラン戦とかトロ上げとかに関しては全然違いますけれども、普通の通常すいません、通常の村とか、まあ、クラン戦とかね、攻めるにあたってやはり見た目っていうのは非常に大事だなと思うんですよね。例えば巨大クロスボウレベル3とレベル4では相当、まあその見た目違いますよね。レベル3はこういう黒い感じですけれども、レベル
レベル4になるとこのような感じでですね、なんか溶岩っぽくなるんですよね。ただいかにもタウンホール10っていう感じがするんですよ。しかしですね、皆さん見てもらえば分かる通り、ダメージ毎秒75プラス5、毎秒5しか上がらないんですよ。そして巨大クロスボウのその一発タタタタタって巨大クロスボウ出るじゃないですか。そのタタタタっていうのは 0.182 秒で、毎秒っていうか 0.182 秒の間隔でどんどん攻撃していくらしいんですけれども、巨大クロスボウレベル3とレベル4ではですね、見た目はこのようにして全然違うのに、実際ユニットをその殺すというか、ユニットをですね消滅させる時間秒数っていうのはそこまで変わらないんですよね、レベル3とレベル4では。なので見た目的にはもちろんレベル4の巨大クロスボウ非常にかっこいいですけれども、性能的にはレベル3とそこまで変わらないんですよ。まあそういうことなんですよね、要するに。まあ壁の場合はそのレゴ壁と火壁の間で結構その差別化ができてますけれども、このようにですね、見た目によって威圧感であったり、あとはその性能はあんま変わんないけど、見た目によって威圧感で攻める時にあたってちょっとやだな、この村攻めたくないなみたいな、そういうま感情が生まれるじゃないですか。なのでそのために私は挙げましたね。そうですね、何でしょうか、そのね、3、4ヶ月の間を無駄にしてまで見た目を追求するのか、はたまたその3、4ヶ月はしっかりとね、タウンホール10とかの防衛施設長いですからね、もう1個あげるのに普通にもうね、10人地とかかかるのが当たり前なので、そのね、期間に回してしっかりと防衛施設を乾燥させてですね、そのトロ上げをするであるとか、まあ、目的を持って、クラッシュオブクランを楽しむっていうことが重要ですかね。はい、ヒカベ私がですね、もうこんな感じでまとまらない感じでね、長々と喋ってきましたけれども結局のところ上げるか上げないかは、自分のですね、その生活リズムとかクラッシュオブクランの人生スタイル、クラクラのプレイスタイルによって大きく変わってくると思います。私が少なくとも上げた理由は、タウンホール10にして威圧感満載、そして自己満ですね、かっこいいってことで挙げました。私はそんな簡単な理由でですね、その 3,4 ヶ月お前無駄にすんのかよっていう感じで言われるかもしれないですけれども、私はそうですね、見た目のために挙げました。はい、あとですね、そのクラン戦とかのマッチングで壁はそこまで影響されないので、やはりクラン戦を優位に立てますよね。はい、それは変態って言われてもしょうがないですね。クラクラに対する愛かなと思います。こんな感じでですね、一人で喋っていること自体変態なんですけれども、そうですね、上げた方が、そのタイトル通りですね、上げた方がいいのか否か、答えると、いや、もちろん上げた方がいいですよ、もちろんね。しかしそこは自分と相談するべきかなと思います。上げてよかったと思いますよ、僕はね。僕はあ、ポポポポポってうざいよ、ポポポポポ。ということでですね、私がこうして長々と日壁について、これ本当にですね、結構質問いただくんですよね。タンホール9で日壁塗る必要あるんですかとか、タンホール10に上げてもいいですかねみたいな、そういう質問いただくんですけれども、そういうことに関してはですね、本当に自分のプレイスタイルとかでも上げた方がいいと思いますけどね。はい、いや、でも上げなくてもいいと思いますよ。上げなくてもタンホール10非常に楽しいので、私がこの動画でですね、お前ら上げた方がいいですよみたいな、みんな上げてくださいとかは言えないですね。ということでですね、ぜひとも皆さん、タウンホール10、タウンホール9、タウンホール9の方の終盤の方であったり、タウンホール9成り立ての方であったりですね、壁ちょっと塗っていこうかなと思う人はですね、ぜひとも、お、雨めっちゃ降ってきたな。ぜひともですね、皆さん、塗っちゃってください。かっこいいですからね、日壁。私は塗ることをおすすめします。はい。時間をかけても塗った方がいいと思いますよ、私は。やっぱかっこいいんでね。ということでですね、ご視聴ありがとうございました。